はい、こんにちは。九州ラーメン等の告知のタイムになります。昨日も、昨日言わなかったか、初めて言いますけど、今度ね、9月の4日の日にですね、ちょっとチラシをください。はい、益城町の文化会館で、はい、益城町の文化会館で九州ラーメン等主催の、劇団電化というのをですね、お招きして、ちょっとイベントをやるんで、これ九州ラーメン等が主催をします。で、今日は益城町文化会館と、最終的な打ち合わせをしてきたんですが、このコロナの中でですね、かなりやっぱり厳しい状況ですけども、一応町としてはですね、まあ、やってもいいだろうということの許可をいただきましたので、まあ、最悪の場合ですよ、いざという時はまた連絡をしますけど、今日の時点では、やりますやります。それで、それでですね、今日ちょっとお招きしたのですね、園田さんご夫婦ですが、仮設住宅、ご本人たちは仮設住宅には入っていらっしゃいませんけど、仮設住宅のですね、窓口をですね、開けていただいてますので、仮設住宅の方たちをご招待しよう。これですね、入場券が結構高いんですけど、一応ですね、被災者の方々にはですね、前回4月だったかな、はい、やった時も、3月やった時も主催行事として、やはり劇団をお招きしたんですね。その時も被災者の方には無料でご招待したんですが、その第2弾です。今回、園田さんご夫婦にお願いをして、ちょっと益城町のですね、被災者の方たちをですね、ご招待したいということで、今日実は突然、お願いをして来ていただいたんで、今日はよろしくお願いしますね。はい、そういうことですから、まあ、このコロナ禍でね、大変な状況ではありますけど、まあ、今日文化会館でもお話をしたんですが、会館の方もですね、こういう時代だからやっぱり楽しみを求めている方もいらっしゃるわけですね。もうこういう時代だから楽しみたいという考え方、それから、まあ、この時代だからもう行くのやめたいっていう人と、もうやっぱりそれぞれの考え方ですからね。だから一応、まあ、今日お願いをしたいのは、私一方的に喋ってますけど、まあ、一応名簿をね、被災者の方たちの名簿を書いていただいて、これはもう決まりなんてしようないですね。文化会館から頼まれてます。住所とお名前と電話番号を書いていただいて、名簿をとりあえずいただきます。そして、ご招待する人たちは私か、まあ、うちの九州ラーメン等のイベントプロデューサー、西岡さんなんですが、その方がおりますから、そこに行って、九州ラーメン等枠ですよ、ご招待枠ですよって言ってください。だから今日はチケットはお預けしません。チケットをお預けしませんので、名簿をとにかく書いていただく、まあ、言えば参加するだろうというね、来られるだろうという、方たちの名簿をいただいて、その方たちが来たときは、まあ、なんかね、証明ができるものをちょっとね、出していただいて、招待受けたんですよと言って、なんかね、免許証か、保険証かね、ちょっと出していただいて、ああ、そうですね、どうぞということで、まあ、招待するという形になろうかと思います。で、まあ、当日はラーメン等主催ですから、ラーメンも入り口で炊きます。9月の4日ですから、ちょっと暑いか寒いか雨が降るか分かりませんけど、テント張って、ヒルちゃんたちがね、ラーメンを炊きますので、できればラーメンを食べてください。そんなことで、始まりは、12時からです。12時からですね、はい、12時からですけど、受付は何時から？受付は、当日11時ぐらいからいます。11時ぐらいから受付をして、その間ちょっとね、空いた時間で食事をね、ラーメンを食べていただくとか、それからラーメン等の人たちがなんかね、歌を歌ったり、キッズダンスの方たちが踊ったり、そういう枠があります。それから1時からが本ちゃんっていうかね、劇団にありますので、まあ、それを楽しんでいただくという形になろうかなと思いますので、そのことから、はい、当日はくれぐれも住所が入っている身分証明書をお持ちいただくことが条件になりますので、そうですね、そこだけを忘れないようにですね、はい、それはもうよろしくお願いします。はい、そうすると、まあ、誰が来るかわからんからね、それで確認をさせてください。
もしお連れの方でその住所あのあそこの住宅の以外の方はごめんなさいけど有料になりますということですね。ですね、はい、だからまあ一応名簿で確認します。はい、名簿の方、名簿に載った人はもう、仮設住宅に入ってる方っていうふうにみなしますから、はい、ね。で、はい、ということで、ね、そういうことです。はい、はい、いいですか、それ、はい、大丈夫です。はい、九州ラーメン課等からのお知らせでございました。はい、皆さんよろしくお願いします。